入り佐島は沖縄県島尻郡群名泣村に属する無人島で、で砂島とも言われる。名泣島の北西約 3km に位置し、面積0.26平方キロメートルに、周囲 1.96km、標高 32.0m の円形で低平な島である。島南端に北西から南東方向に伸びる長さ約 450m の領球と北側に、 戦場の低地が約500メートル四方にわたって広がる。中世代の基盤岩から構成され、南端の両球部は、中世代の緑色いは、北側の海岸低地は、関心よの沖積層となる。島北側に砂浜が形成され、周囲にビーチロックが発達している。東、女関順の南東風土器には、手空、小峰国絵図に、 虫島のうちイズルサ島、琉球国由来期には、リレデスナと記載されている。また、国土地理発行の2万5千分の一の地図では、イリサ島と表記されているが、20万分の一では、デサ島となっている。貝塚時代から、グスク時代にかけての遺跡が残存し、その時代における土器やカムイヤキ、15世紀頃の政治が出土している。 イリスナ島頂上部に位置する四つの歌木は、トナキ住民の聖地として崇められている。また初穂の麦を供物として捧げる、麦穂祭りで、イベの家臣へ祭祀を行った猫神三人を祀っている。戦前の1933年にイリス島の農地開墾が始まり、トナキ村民により工作された。1945年4月に米軍により入りさ島全域が接収され、 1954年10月に、砂漠劇場に指定された。管理はアメリカ空軍が行っているが、海軍や海兵隊、日本復帰後の1975年には、航空自衛隊も共同訓練に参加している。イリサ島の周辺海域は、青砂のりの収穫場であるため、訓練が実施されない日曜日にいる砂島の上陸が許可される。ありがとうございます。